や、ちょっと素晴らしいですよ。ちょっとね、実質で言ってたんですよね。これなんか、バリエーションが、ずっと。はい、今日はですね、前回、タイムパイロットをご紹介したと思うんですけれども、それの、次に、出ました。まあもちろんです、厳密にはね、その間にいくつも出てるんですけれども、岡本良樹さんというクリエイターの方が携わられた、有名なゲームを、引き続きまして、この2作はですね、やはり、連続でご紹介しておいた方がいいかなというふうに思いましたので、今回はこちらをご紹介したいと思います。はい、ジャイラスの基盤です。はい、ジャイラスはですね、この基盤なんですけど、この当時としてはですね、非常にこのエポックメイキングな話題になったゲームの一つです。で、なんで話題になったかというとですね、音楽がすごい、ということが、挙げられまして、なんとですね、当時のアーケードゲームっていうのは、PSG、通称 PSG、まあもっと具体的に言うと AY38910、もしくは、互換品のね、ヤマハの IC とか、もしくは、TI のね、DCSG とか使われていたんですけども、なんとで、それがですね、大体ね、2つかね、多くてもね、大体2つなんですよ、普通の基盤。多くても、スターフォースとかで3つ、定款とかが使っていたっていうのが、まあ、この前後なんですけども、なんとこの基盤ですね、5個ついてるんですよ。ここにね、5個、1、2、3、4、5。こちら、1、2、3、4、5か。うん、2個、3個でついてますね。はい。アホかというですね、もちろん PSG 自体はですね、 1個の IC から3音同時に発音できますので、5個ついてるからですね、15音なんとなるというですね、とんでもねえものがついています。はい、それでですね、非常に音がですね、曲が独特の鳴りをしまして、多分ね、アーケードゲームで5個ついてるのってこれぐらいじゃないですかね。他にあるかな？あるかもしれないですけど、ちょっと私知らないですね。しかもね、これね、ステレオで鳴ります。ステレオもね、非常に原始的なステレオで、この IC は右チャンネル、この IC は左チャンネルみたいな、そういうね、固定的な割り振りなんですよ。だからプログラム側で、この時は右チャンネル、この時はセンター、この時はライトとか、そういうふうにはできないですよ。というやつなんですが、まあね、当時として見れば、まあでもそれはプログラムでね、工夫できるものではあると思うんですよ。なので、まあこの当時としてはね、割と、至れり尽くせりのとんでもないお化け基盤が、で出ているということですね。なので、2チャンネル出ているので、アンプもね、2つついてるんですよ、ここね。うん、というね。なので、出力もね、ちゃんとね、ステレオの、なんていうんですかね、スピーカー出力、こちらにつないであげる必要があるということで、邪魔のね、コネクタに変換しても、邪魔自体はね、モノラルが前提になっているので、これとはまた別にね、引き回さないといけないという、非常に面倒くさい基盤でもあります。ここにね、実はジャンパーピンがあって、こいつをね、短絡するとね、モノラルで出るようになるっていう、そういう仕様でもあるんですけれども、一応ね、せっかくジャイラス遊ぶんだったらステレオで遊びたいよねというところがあるので、こちら、今回もね、ちゃんとステレオで、録画したいと思います。で、一回ですね、なんか前にジャイラスね、ご紹介したような気がしてたんですよ。なので今まで やらなかったんですけど、よくよく考えたらですね、これね、生放送の時に、ご紹介したっていうのと、あとね、なんかね、動画だけ撮ったやつをね、なんかテストで一回だけね、なんか上げて、割とすぐ消したような気がするんですけど、その時にジャイラス使ったんですよね、基盤。うん、だからその時ぐらいしか使ってないので、実は真面目にね、ご紹介するの、これ今回初めてになるんですよ。意外でしたね。はい。すっかり忘れておりました。はい。で、今回ご紹介するのも、このコナミのね、純正基盤のものになります。こんな感じですね。シール、ロムはね、なんかね、怪しいシール、ロムになってるの。手書きの、ね、ロムになってるので、非常に怪しい
ですけれども、まあ基板自体はね、純正なので、まあまあ一緒と、まあとにかく古いですからね、この辺のやつはね。あまり純正ロムにこだわるとね、本当に一生ゲットできないみたいな、そういうこともまあ起きがちなものですので、あまりこだわらずにいきたいかなと思います。はい。ということで、早速ね、こちらを動かして、録画をしてですね、あとはまあプレイも、ご紹介できればなと思っています。ちなみにこの基板ですね、私がね5年ぐらい前にゲットしたやつで、中のね IC がね、カスタム IC が抜かれていたものです。なのでリプロ品ですね、503、コナミの、ね、503だったと思うんですけど、それがねこの間にね、実はリプロ品が刺さっていて、それでね起動できるように、修理したというものですね。あとはねこの辺のね、音がね鳴らなかったので、この辺のね音関係の S ラムを交換をしてますね。うん、あといくつか交換してたような気がしますけれども、はい、でアルミ電工も全部交換済みで、すね。うん、あと、ここら辺のね、アンプもね、確か死んでたんですよ。だから、アンプも交換してますね。ヒートシンカーね、この純正のやつつけてるので、これ見た目はわからないんですけど、はい、ここも修理をしてますね。はい、そういう、割とボロボロだったやつを、なんとか復活させたというものになっております。はい、それでは、ちょっと遊んでみたいと思います。
Thank you.
はい、それではジャイラスやってみたいと思います。はい、ちょっと音消します。はい、行くぞ。音がすごいですね。あー、もう終わりました。はい、取った。はい、こっちですね。あー、無理だ。うん、なかなかね、取れないですね。パーフェクト行きたいんですよね。ガーン。はい、2面でーす。とにかくね、ジャイラさんの曲がすごいんですよ。これなんですよね。あー、取れない。ちょっとね、なんかね、2連射がないとちょっと辛いですね。あー、取れない。ショットで入れるかな。よし、これなんか。はい。はい。ボーナスステージです。2連射はね、こう、3つのやつが、真ん中のやつ倒すと、ビューンって、実装されるんですけど。はい。危ない、これ。はい、はい、はい、ここね、連射装置使わないのが正解です。目押しでやらないと弾切れ起こすのダメですね。はい、ごめんです。はい、やなかなかね。うい、あー、ショット力が足りない。ジャイアンさんはね、この2連射がないと悲しいな、マジで。危ない。
ランです。ですね、ご生産ですかね、はい、もうこの辺からでもね、だいぶ無理ゲーが来るよ、だいぶ無理ゲーですね。はい、8面です。わあ、中身はね、これね、ギャラガのスーパー進化系みたいな感じなんですよ。その感覚で遊ぶと非常にやりやすいかなとは思いますね。くだらないところですね。このゲームをね、そのギャラクシアン・ギャラガと続いてきたこの流れをこうスーパー進化させたのがコナミだったっていう、これがね、結構歴史的に面白いんですよね。これはちょっとやばかった。あんなところで死んでる場合じゃんね。で、レバーのね、この、扱いがね、結構ね、特殊なんで、これ慣れるしかないですね。あー、無理だった。あ、無理。これね、覚えてないと無理ですね。なかなかパーフェクト取れないもんな。素晴らしいですよ。ちょっとね、実質で一曲なんですよね。これなんかあのバリエーションがずっと2曲かな。まあなんか似た曲がね、チャランランって始まるのと、このジャン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 が始まる。そう、この曲ね。ほぼ同じピッチャー曲なんですけど、この曲をずっと聴いてたからといって、さっきのチャランランみたいな。ならないんですよね。目によってやっぱりその曲が微妙に違うっぽい。近距離で打たれるって避けらんない。この辺がね、無理だった。なんとなく不甲斐ない結果になりましたけど、まあなんとなくこんなゲームだっていうのは、分かっていただけたかなと思います。はい、コントロールはね、レバーが右に行くと、実機がこう右にピューっていってここで止まるんですよね。だからこう一周したい時には右を押して上を押して左を押して下を押すみたいな、そういう感じになります。つまりは右とかを入れっぱなしにしたからぐる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 回るかというと、そんなことはない。
なのでレバーを前提にしたゲームになってますよと、こういうここだけ気をつけていただければまあ非常に、あとはねギャラクシャンと同じなので、ギャラクシャンというかギャーガと同じルールなので、まあツインショットがありますし、はい、こんな結果でございました。はい、ジャイラス遊んでみました。いかがだったでしょうか。難しいですこのね年代のやつは、あのタイムパイロットもそうなんですけど、やっぱ難しいですよね。まあ、あのゲーム性としてもやはりそのとんがってるやつが多いんですよ。で、いわゆるその、なんていうのかな、こう、2023年なんですけど、今年、この6月してる時はですね、この時代のゲームっていうのは、要はもうなんかね、ハンデ押したようなゲームが割と多いんですけど、この頃は、のゲームっていうのは、そのゲームのその、なんていうのかな、こう、典型例っていうのが決まってない、いや、ビデオゲームっていうのはこういうもんだよっていう典型例が決まってない頃なので、やはりその開発者の方っていうのは、そのいろんな形態っていうのを、その実物とか、あの現実とかからこう持ってくるっていうような、そういうそのまあことをベースにいろんな試行錯誤をされてた頃なんですよね。なのでその売れるかどうかもわからないんだけど、とりあえず面白いと思ったから、俺が面白いと思ったから、これを作ったんだというような、そういうものがまあ割と多いです。なので、その、なんていうのかな、割とその独りよがりなものも、まあ中にはあるんですけれども、こういうジャイラスみたいな、あの、素晴らしいものがですね、突然現れるっていう、まあなんか、突然進化系のゲームが、割とね、この頃のやつって多いんですよ。だから今見ると、なんでこんなゲーム作ったのっていうようなのが、まあたまにあるんですけれども、ジャイラスに関しては、いや、よくぞ作ってくれたというような、ものですね。はい。一応まあ念のためまあ改めてご紹介すると、まあ、ジャイラスはですね、1983年にコナミがまあ出したものですと。で、当時在籍されていた、まあ、岡本良樹さんが、デザイナーとして、まあ、今で言うところの多分なんかディレクターみたいな感じだと思うんですけど、いろいろやられたということで、まあ、プログラマーの方もね、その後コナミに、移籍される、コナミというか、カプコの方に移籍される方が、まあ、やられてたりとか、いうことで、まあ、とにかくね、その、成熟期のコナミに入ってきた、ものとしてみると、非常に、まあ、この後のね、コナミのこの、なんていうんですかね、こう、こう、イケイケどんどんになっていく、その歴史ですね。グラディウスとか、まあ、ツインビーとか、にこう繋がっていくような、そういうところを見るだけでも、やはり、まあ、なかなか興味深いと思います。で、この当時の、この、ジャイラスね、これ国内版の基盤なんですけど、海外版の方がですね、圧倒的に売れたというふうに聞いております。で、なんでかというと、海外版のやつってですね、アップライト筐体なんですよ。で、スピーカーがね、上からこう2つついてて、画面に向かってこう下にこう音は音響が鳴るっていう。で、まあ画面を反射して自分をこう聞こえるっていう。まあそういうものになってるんですけど、今ね、リプレイを見ていただいたらわかる通り、やっぱその曲がね、すごいんですよ。で、ステレオ効果がやはりその素晴らしいということで、それをやっぱり味わうためには、やはりアップライト筐体の方がわかりやすいというですね、これがあったと思います。で、日本の、翻ってね、日本のその当時のゲームセンターというか、まあ当時はゲームセンターって言う、あまり言ってなかったプレイランドとか、あとはまあ喫茶店とか、要はそういうところで、まあアップライトとかもあったらしいんですけど、なんていうんですかね、こう、いわゆるテーブル筐体なんですね。こうやってあるんですよ。こうやってゲームをやってた頃なので、テーブルの下に向かってやっぱりその進むというところが、になってしまう。このゲームだとですね。画面の向こうに進むわけじゃないですか。だから、こう進んでほしいのに、こう下にね、こうなんかこう、井戸の下に降りていくっていう、そういう風に見えてしまったっていうところが、まあ、岡本さんが YouTube の方のチャンネルで、おっしゃられてましたけれども、それがね、やっぱね、ちょっとあんまり、まあ、受けが良くなかった、というところのようです。まあ、当時もね、定款のラバ筐体とかあったので、ああいうのを使ってればね、まあもう少しね、これと同じね、その問題っていうのは実はその、定款の、戦場
も同じ問題を抱えていて、定価の戦場もね、やっぱその、こういう風に、見て、その、なんていうんですかね、実機がこう動くんですよね。で、敵が向こうにいるから、これをこう、画面をこう、こういう風に動かして、向こうにいる敵を倒すっていう、そういうゲームなんですけど、これをテーブル筐体でやると、なんかね、変な感じなんですよね。下に向かってこうやるっていう。だから、なので、その、まあ、アーケードの、その、あの、汎用筐体の、まあ、形の問題で、かなり損をしてしまったゲームっていう、ことが、まあ、言えるかなと思います。で、ただね、まあ、ゲーム見ていただいたらわかる通り、あの、今はそんな面白いんですよ、圧倒的に。で、まあ、私の個人的な感想ですけど、はっきり言って、ギャラクシアンとかギャラがやるもの、圧倒的に面白いですね。で、あの、私の個人的な、その意見なんですけど、やっぱりそのギャラクシアン、そのスペースインベーダーと来て、ギャラクシアンに進化して、それは、その改良型としてギャラガが登場して、で、その、あの、私はね、個人的にね、ギャラガよりもギャラクシアンの方が出来がいいと思ってるんですけど、その、あの、ギャラクシアンとギャラガの違いというか、あくまでやっぱそのデュアルファイターが使えて、2連射、要はその、同時に2本を、あの、ね、あの、攻撃のその訪問が2問あるっていう、だから2発ね、撃てるっていう、それがね、非常に大きかったんですけど、このジャイラスは、あの、その、デュアルファイターにならずとも、まあ、その途中に出てくる敵をね、あの、ふわふわ、3匹でこう動くやつをこと、真ん中のやつ倒したら、その2連射になるというような、そのパワーアップ型ですね、この、ギャラクシアン、ギャラガー系のゲームで、パワーアップアイテムを、まあ、初めて導入した、というものでもありますし、あと敵のその動きの凄まじさ、うん、これはね、やっぱその速さっていう意味だと圧倒的に速いですよね。こっちのジャイラスの方がですね。で、なので、で、その一方ですね、その、まあ、そのナムコの方は、そのギャプラスをこの後の年に出すんですよね、84年に。で、ギャプラスのその攻撃のスピードっていうのは、もう本当になんかこのスピードになるんですよ。で、なので、まあ、正当進化系ではあるんですけど、やはりその、そのゲームのその、なんていうのかな、こう、改善の流れというか、こう、革新の流れという意味だと、やはりジャイラスの方が圧倒的に2本も3本も先行っちゃってるんですよね。で、ナムコはやっぱりその後に、その、ギャプラスのその続編を結局出し切れずに、まあ出さなかったっていうのは正しいのかもしれないですけど、で、結局ギャラが88っていうですね、なんかよくわかんないマイナーチェンジ版を出すし、その後も、まあ、コズモギャングザパズル、まあ、ザビデオとか、出すんですけど、やっぱりそのギャラガーの延長でしかない、というところが、やっぱりそのナムコが、まあ、この時点、その1983年の時点で、ちょっと、まあ、進化が止まってしまうっていう、そういうことが、まあ、割と出てくる問題なんですね。ただ一方ね、これの同時期っていうか、もう少し前なんですけど、どっちかというとタイムパイロットと同時期なんですけど、ナムコの方はゼビウスを出してくるので、どちらかというとゼビウスの方に行っちゃうんですよね。うん。だからまあ、それはそれで、まあ、ナムコも別にその、ギャラクシアン自体が、その、オリジナルかというと別に、もともとはタイトンスペースインベーダーですからね。なので、スペースインベーダーの、まあ、延長にはいかなかったっていうところで、まあ、ナムコのその、そこはナムコのね、その、先見の明があったところだとは思うんですけれども、その、一方ね、その、コナミは、それをその、着実に、その、革新してくるっていうですね、このアプローチの違いも非常に、まあ、面白いなというふうに思いますね。で、このジャイラスの、その、ゲーム性の素晴らしさっていうのも、まあ、ある一方で、その曲がやっぱりすごいっていうところがあって、これは岡本良樹さんが YouTube のチャンネルでおっしゃられてますけれども、当時のね、コナミの社長さんであった小月社長、まあ、有名な方ですよね。はい、コナミといえば小月社長みたいな、ずいぶん昔からやられてるみたいですけども、初期の頃からですね、コナミ工業ですね。で、その方が、まあ、この曲使えようというふうにして持ってきたということで、なので、その曲そのものはもしかしたら、その、なんていうんですかね、このバイナリーデータとしてもらったのかもしれないですけども、まあ、外注なのかもしれないですけどもね。ただ、まあ、とにかくね、PSG を5個使うっていう発想は一体どこから来たんだというぐらい、ちょっとね、本当になんか、驚天動地というか、
当時のね、多分担当の人もはぁって言ったと思うんですよ。で、なんでそういう発想になったんですかみたいな。で、それでも作っちゃうみたいなね。これがね、この当時のその、なんていうのか、アーケードのゲームのダイナミズムなんですよね。つまりは、それが実現できないんだったらソフトウェアで頑張っちゃおうっていうのがパソコンの方の、アプローチなんですけど、足りなければ足せばいいじゃないみたいなのがアーケードのノリなんですよね。で、このノリはもう本当に、なんていうのかな、この後にそのスーパーシステムとして、コナミがバブルシステムとか出してくると思うんですよ。その流れですよね。とにかくそのアーケードのその実装がどん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 そのリッチになっていく。で、リッチになっていって、曲もすごくなる、画面もすごくなる。で、その分量も多くなるみたいな、そういう方向に、まあ、進んでいくところなんですけれども、このジャイラスの基盤っていうのは、まあ、それが、まあ、その、端的に見える例としては、もう本当に歴史に残るものですね。で、聞いていただいたら、まあ、分かったと思うんですけど、アケアカ版とですね、少しなりが違うのが分かったんじゃないかなと思います。具体的に言うとですね、なんていうのかな、こう、音が重なったとき、つまりその、和音で、じゃんじゃかじゃんじゃか、じゃん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 ってなってるときに、例えばその、ショットを打ったりとか、すると、その、なんていうかな、その、音がね、濁るんですよ。ダランラーンってなってくれ、ナランジャーンみたいなね。そういう感じで、こう、音がね、濁って和音になると、いうのが、この PSG っていうか、AY38910 っていう、まあ、GI のね、IC なんですけど、これの特徴と言われてますと。で、それがね、端的に出てるゲームなんじゃないのかなと思いますね。AY38910 を、複数、入れたゲームとしては、まあ、有名なところだと、パーソナルコンピューターなんですけど、ADM98 だったな。システムサコムが、出したメルヘンベールっていう、パソコンのゲームがあるんですけど、それにね、システムサコムの音源ボードを挿すとですね、それにはですね、PSG が3個ついてるんですよ。で、3個もついてるね、パソコンってないんですよね。なかったんですよ、昔。だから、そのね、3個の和音で鳴るメルヘンベール1とメルヘンベール2の曲っていうのは本当に素晴らしいんですけど、これはね、やっぱそれをさらに上に5個ですからね。だから、他にね、やっぱちょっと聞いたことがない、音ですね。Apple II とかで、いわゆるゲームでよく使われてたモッキンボードっていう、ボードがあるんですけど、それもね、1枚で、PSG1 個しか付いてないんですよ。AY38910 がですね。で、なので2枚差しをすると、ウルティマ5、ウォリアーズ・オブ・ディスティニーが、和音でね、ステレオでなるんですけど、それでもね、2個なんですよ。で、なので、それをね、圧倒的に上回る5個っていうですね。これはね、やっぱね、実機で聞いていただきたいな、というふうに思います。音圧がね、すごいんですよ。実際聞いたらビビりますね。なんじゃこりゃっていうね。だからゲームセンターでこれが鳴り響くと、本当にね、なんかね、響きまくる。もうみんな寄ってくるみたいな、そういう音ですね。で、この、なんていうのか、鳴りっていうのは、やっぱその、本物の IC、本物の音源だから、まあ、わかるっていうところがあるので、コナミ 80s コレクションっていうのが、なんか、後でシステムコナミで、出たと思うんですけど、それでもジャイラス遊べるんですけど、ゲーム的にはね、ほぼ完全じゃないかなと思うんですけど、やっぱその音に関しては、実機がいいですね。こればっかりはもうどうしようもないですね。これ明らかも同じですけど、ちゃんとね、サンプリングしてあるし、音はね、完璧だとは思うんですけど、やっぱその、なんていうの、効果音との重ね合わせみたいなところっていうのは、やはりその PCM で重ねてしまうから綺麗なんですよね。このね、なんかこのワイルドさっていうか、ぐちゃっとした、なんていうの、パワーっていうのは、やっぱりその実際の基盤を聞いて、ああ、やっぱりアーケードのゲームいいなって思えるところの一つですね。これはね、やっぱディスクリート構成じゃないと無理。
というところは、まあ、音楽マニアとしては、多分ね、じゃあ基盤持ってる方はみんな思ってると思うんですけど、やっぱその、CD とかね、そういったところで、その、綺麗に録音された音よりも、実機の荒々しい、この、なんていうのかな、ノイズさ、ノイズキャンセリングとかしてない、ノイズフィルタリングとかしてない、その、実際の音の方が、なんていうの、心に響くっていう、そういうところがあるかなと思いますけど、このジャイラスに関してはまさにそれが当てはまる、一品なんじゃないのかなと思います。で、このジャイラスの基盤で最近見ないですよね。私がね、これゲットして5年ぐらい前も、感動品はほぼ見なかったですね。だから、壊れてる、ゲーム、壊れてる基盤を、まあなんとかっていう、まあそういうレベルだった。これもね、冒頭にご紹介したとおり、壊れてましたと。起動すらしない。というものを無理やり起動まで、修理したというものです。なので、今からね、ジャイラスゲットしようとしたらどうするんだろう。eBay にもないですよね。eBay にあるとしたら、多分ね、一緒、なんていうかな。海外輸出版のセンチュリー版かな、があるんじゃないのかなと。センチュリーだったな。確かセンチュリーだったような気がするんですけど。他の目、ところが出したの、コピーライトがついてるか。中身一緒だと思うんで、それでも今いいちゃいいと思うんですけど、はい。そういったところを探していただく他、まあ、ないかなとは思いますね。はい。まあ、他にもね、ゲーム、コナミのね、この頃の、まあ、素晴らしいゲームで、シューティング系で、まあ、有名なところは、まあ、ジュノファーストっていうゲームが、この前の年に、まあ、出てます。で、ジュノファースト自体はね、どっちかというと、ウィリアムスのディフェンダーの影響が大きいんですけど、縦横にね、こう、動きながら、敵をね、向こうからうわーってやってくるのを 3D で倒していくっていう、そういうゲームなので、味方によってはね、ジャイラスの、まあ、ご先祖様っていう風に見えなくもない。ですね。ただ、遊んでみるとわかるんですけど、だいぶゲーム性がちょっと違うかなと思いますので、まあ、やっぱりその正当進化版というか完成形に近いのが、やはりこの、ジャイラスかなという風に思います。で、もう一つね、ジャイラスを語る上で、絶対に外せない、ゲームとして、アタリのね、テンペストがあるかなと思います。アタリのテンペストは、ベクタースキャンのゲームなんですけど、やっぱりそのゲーム、画面の奥から、その、手前に向かって、まあ、敵がやってくるっていう、まあ、そういうゲームなんですね。で、それで面がね、こう、なんか、要はその、ポリゴン、今で言うとこのポリゴンみたいなので、こう、面が決まっていて、で、そこに合わせて、こう、敵がこう、こっちにやってくるみたいな、そういうゲームです。なので、ジャイナスと比べると、だいぶ、まあ、原始的だし、まあ、なんちゅうのかな、こう、パッと見全然違うゲームなんですけど、画面の奥から手前に向かってやってくるっていうのは、あたりのテンペストが、まあ、最初かなというふうに思います。で、ジャイナスも間違いなくそれを、まあ、参考にされてるんじゃないのかなというふうに思います。なので、この、向こうからね、敵、やってくるっていう 3D のゲームの元祖ではない、という点は、まあ、要注意ですね。ただ、まあ、当時のね、岡本さんがその、あたりのテンペストやってたかどうかでは、正直よくわかりません。ご自身はね、自分で、思いついたっていうふうにおっしゃられてましたし、スタート、なんていうの、発想の、視点がね、やっぱその、ギャラが、で、画面の右側とかに左側に追い詰められた時に逃げられない。これをどうにかしたいっていうところがおっしゃられてたので、もしかしたらまあ本当にそうかもしれないですね。だからそのゲーム性としてはギャラガにかなり近いですから、これはこの日本的な作りの発想の方法だとは思うんですよね。で、ギャラガだと追い詰められるんだけど、ジャイラスだとね、上に逃げられるんですよね。ぐるっと360度ね。さあ、宇宙空間だからね、それはまあそんくらいの自由であってもいいだろうっていう、その発想はね、正しいと思いますね。はっきり言って。はい。ギャラガとギャラクシアみたいに、こう、決まってる方が、固定な方がやっぱおかしいかなっていうふうにも思います。戦場だってそうですよね。戦場だってぐるーって360度回転できる、訪問の考え方っていうのは、当然あって叱るべきだと思いますので、非常に自然な発想じゃないかなと思います。まあ、そういう意味でもね、やっぱりジャイラスのそのゲーム性っていうのは、今見てもね、かなり参考になるところはあると思いますし、その発想の柔軟性とか、あと現実世界を見て、
と比較してこのゲームのそのルールっていうのをもう少し改良するべき余地はないのかどうなのかっていう点を含めてですね、やはりその今見ても面白い、そういう観点で見てもですね、だしゲームとして遊んでも面白い、曲も素晴らしいっていうですね、もう本当に火の打ち所のない、ゲームですね。はい。ですので、まあ、ジャイラス遊んだことないっていう方はですね、ぜひぜひですね、遊んでいただきたいですね。これアーケードアーカイブスでありますから、ぜひ一度遊んでみてください。まあ、単純に遊ぶとね、そんなに面白くないかもしれないですけど、少しね、ボリュームを上げてね、大音響もしくはその、ヘッドホンとかで、遊んでいただけると、その、ちょっと面白さがわかるかな、というふうにも思います。はい。頑張ってね、10面を超えるところまで少し頑張って見てもらえれば、難しいけどね、10面ぐらいいけますよ。で、20面、30面とか行くと、ちょっとね、かなり厳しくなってくるんですけど、まあ、それでもね、まあ、面白いと思います。で、まあ、できれば、レバーですね。レバーがないと、ちょっとね、こういうコントローラーでね、こうやって遊んでも、まあいい、まあこのスティックなら、まあいいかなと思うんですけど、十字キーで遊ぶのはやめた方がいいと思いますね。スティックでぐる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 して遊ぶ分には、まあだいぶそのレバーに近いかなと思いますけど、その、まあ本当に、ね、結構ね、後になればなるほど、弾の間を避けながらこう、敵を倒していくっていうフィーチャーが多くなってくるので、それのね、こう微細なコントロールはやっぱね、レバーじゃないとちょっと、ちょっと辛いかな、と思いますね。はい、ということでした。はい、それでは基板の方を見てみたいと思います。はい、ジャイラスのほかほかの基板です。はい、コナミのマークはね、多分ね、ここにね、昔シールが貼ってあったんだと思うんですけど、剥がれてました。元からついてませんでした。で、コナミのマークは、この下基板ですね、ここにコナミのマークがあるので、これで非常によくわかるかなと思います。はい。で、この、特に目につく、この、AY38910 が5個ですね。ここ1、2、3、4、5ですね。はい。これね、石によって右か左か、あと中央か、両方か、に割り当てが、固定で割り当てがされているので、まあ、どっちかで鳴らしたいとき、右で鳴らしたいときはこの石で鳴らすみたいな、そういうプログラムがされているんじゃないかなと、思います。非常に原始的なものですが、まあ、当時としてはね、非常に効果的なものかなと思います。はい。で、この当時の、コナミの基板、いつもの通りですけれども、サーカスチャーリーとかと同じですね。上の基板が音声系。で、下の基板が、メインのプログラム系で分かれてます。ですので、音が鳴らない、まあゲームは動くんだけど音は鳴らないっていう時は、上のボードを、疑ってみてください。で、まあ最初にご紹介した通りですけど、こちらの方ではこの辺の、SRAM の、IC ですね。これとかこれとかを交換をしています。あとこのアンプですね。アンプも、アンプ IC も、このヒートシンクの下にありますけれども、これも交換済みです。はい。ですね。で、下の方は、まあちょっと、この中になっちゃうんですけども、この中にね、コナミのね、カスタム IC の503っていうのが入ってるんですけど、それが引っこ抜かれてまして、最初からついてなかったんですよね。なので、リプロ品ですね。カヨクさんが作られているリプロ品を、譲ってもらいまして、それを挿してます。ここの中に。ですので、ちゃんとね、起動ができる。これでタイムパイロットとかと同じだったので、最初のうちはね、タイムパイロットの基板から拝借して動かし、テストしてたんですけども、で、リプロ品がゲットできたので、そちらと交換したと。いうものです。で、このジャイラスの基板ですね、実は2種類あるっていうふうに聞いておりまして、これはステレオ版なんですけど、当時のね。もう一つね、モノラル版が実はあると聞いてます。で、モノラル、私ね、見たことないんですけど、モノラル版はね、ここのね、アンプの IC が1個しかないらしいです。他はどう違うのかちょっとよくわからないですけど、出力の段のところが削られてるっぽいですね。よくそんななんか2種類作るなとか、そっちの方がコストなんじゃないかなっていう気がしないでもないですけど、はい。
あるらしいです。で、ミニ知識なんですけど、この、このステレオ基板版ですね、このアンプ IC のですね、後ろ側にですね、なんとですね、このジャンパーのコネクターがあるんですよ。この謎コネクターがね。ここ。これ、見えるかな？この白いコネクターですね。ピンがね、2本出てるコネクターが実はあるんですけど、こいつをですね、短絡してあげると、なんとモノラルになる。です。なので、テストで動かしたい。音は聞きたいけど、とりあえずその、モノラル出力しかないから、モノラルでなんとかしたいんじゃ、という方はですね、ここを短絡してあげると、音が、ステレオではなくモノラル出力になる。つまり2チャンネル出てるんですけど、両方とも同じ音がするというような形のものになってますので、まあ、これはまあ豆知識ですね。はい。でした。はい、まあ、どっちにしてもね、その基板でかいんですよね。足もね、こんな感じでね、いっぱいある。1、2、3、4。こんな感じで、たわみやすい、大きい、まあ、この当時のね、コナミの基板、どん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 大型化していってる最中です。ので、ロックノップとかね、その、サーカスチャーリーとか、あとは、その、ER カンフーとかの基板、もうちょい長いかな、ぐらい、どん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 大きくなっていきますし、はい、ネメシスの基板とかね、システム、GX400 か、400の基板とかもっと大きいですからね、うん。やっぱりその、まあ、集積度が上がっていって、カスタマイシーンも、がもう進んでるんだけど、まあ、それに間に合わないぐらい、その、もっともっと IC が必要だという頃のものですね。はい。なので、ちょっとね、保管もね、ちょっとめんどくさいですね。この頃のコナミの基板からどん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 大きくなっていくんで、はい、でした。で、基板はね、もうこれ本当に、ステレオになっているのから分かる通り、この基板はね、多分ね、ジャイラス専用じゃないかなと思いますね。他の基板との互換性がない、かなと思います。下基板はね、もしかしたらなんかと共通なのかもしれないですけど、少なくとも上の基板は、これジャイラスの多分専用ですね。ですので、まあ、他からコンバートっていうのは、考えられないかなと思いますので、ご注意いただければなと思います。まあ、とにかくね、本物をゲット。をするしかないかな、ジャイラスに関してますね。はい。かなと思います。はい。ということで、ジャイラス、ご紹介をしてまいりました。はい。これですね。なんか最近コナミの基板ばっかり、ご紹介してるんですけど、いやね、コナミのね、ゲームね、この当時のコナミのゲームね、とにかく名作多すぎるんですよ。名作多すぎるから、コナミをね、外してご紹介しようとしても、どうしてもコナミが出てくるっていうですね。そういうのもありますし、できればね、まあ、個人的にはね、メガゾーンとかね、ご紹介したいんですよ。あと、大好きな、ゲームなんですけどね、ほとんど知られてないっていうですね。ほとんど知られてないのにめちゃくちゃ面白いっていうですね。変なゲームがあるんですけど、そういうのもご紹介したいなというふうに思っております。はい。まあ、ちょっとあんまり好みばかりね、ひいきすぎると、ちょっとあんまりなので、他のベンダーメーカーのものも、まあ、織り交ぜながらご紹介して いけたらなというふうに思っております。はい。ということで、今回は、ジャイラスの基板のご紹介でした。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。